私は環境を、すいません。あ、もう全然大丈夫。予想外のことが起きた時に強いストレスを感じちゃうんじゃないかな。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回は内定の登竜門という企画で、実際の就活生が大人3名の方に自己 PR をして一緒に働きたいと思うかどうかを判断いただくという企画になっております。世界一お金の道場で YouTube で発信しております、世界一と申します。本日はよろしくお願いします。人材会社とインテル投資をしております、高野と申します。よろしくお願いします。人事コンサルティング会社人材研究所の代表の相場でございます。よろしくお願いします。今行きたい企業とか業界とかってありますか？最近は IT に興味がありまして、うん、それからコンサルティングや、できれば外資に行きたいなと思っております。早速自己 PR を始めさせていただけたらなと思います。お願いします。はい、私は環境を…すみません、あ、もう全然大丈夫です。はい、緊張してるんです。ごめんなさい、ね、大丈夫ですよ。はい、はい、じゃあお願いします。はい、私は環境を言い訳にすることなく主体性を…ごめんなさい、本当に大丈夫です、全然大丈夫です、全然大丈夫です。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いい、全然大丈夫です、全然大丈夫です。ごめんなさい、ちょっと喋れないかもしれない。はい、全然大丈夫です。あ、やばい、じゃあ面接ベースでやりますか？そうしましょう、そうしましょう。緊張しますよね。人生で初面接ですか？おお、質問ベースにしましょう。質問ベースにしましょう。はい。学生時代に一番時間を使ったことって何ですか？私はコロナに入ったばかりの頃にオンラインを活用したビジネスプランコンテストを企画、それから提案して4ヶ月の準備期間を経て開催したことが一番力を入れたことです。取り組んでみてどうでしたか？想像していたものと実際に行ったものとの差はかなりありまして、実際授業でなんかリーダーシップ論みたいなものを持ってはいたんですけど、教科書で見ることとやってみることではかなり違いまして、教科書では具体的な目標を設定した方がいいとか、実際やってみると周りの学生が何を考えているかが全く分からずにうまくいかないことの方が多かったなという印象があります。結果ってちなみにどうでしたか？15名の学年が稼働ない運営メンバーで運用したんですけど、まあ、誰一人欠けることなく成功する、開催することができました。普段のなんか日常の中での自分らしさのエピソードみたいなものですとか、ご自分が理解してもらいやすいようなものって何か話していただけますか？私はもともとかなりの人見知りだったのですが、それを克服するために半年間毎週違う美容室に通いました。毎週違う美容室に通うことで 100% 非対面の方と話さなくてはならない、またうまくコミュニケーションを取らない限り自分の髪型がおかしくなるっていう結果に落ちるので、そのリスクを踏まえた上で初対面の場を作るということに注力して半年間さまざまな美容室に通うことを心がけました。あともう一つエピソードを挙げるとすると、はい、友達を作るのがすごく不安で、大学入学時に配られた学部の120名ほどの名簿全部名前を覚えて初回の授業に臨みました。結構良い周到な方だと思います。事前型ね、はい、事前準備型、はい、事前に準備できないとプレッシャーになったりするんですか？かなりテンパります。いつのあたりの時期の経験とか環境とかそういったものが自分を作ってるっていうふうに思いますか？私の中では常に興味を持ってもらいたいというものが軸にありまして、うん、というのも私中学時代に不登校を経験しておりまして、うん、その時期に誰も周りにいない、誰も私に興味を持ってもらえないという時期が一番自分の中で孤独で辛かったんですね、うん、ってなった時にじゃあどうやったら自分に興味を持ってもらえるか、周りに人がいる環境を自分の中でどうやって作れるかというのをずっと考えておりまして、まあ、その結果迷い周到なことを試して、特に私にこれといった専門性や肩書きというものはないので、その中でも私が話したいと思った人はどうやったら話してもらえるか、どうやったら会ってもらえるのかを常に考えて何ができるかを考えております。なるほど。代わりのきっかけみたいなものってあったんですか？一番は私と同じ月に不登校になった子がいたんですけど、一つ下の学年で、私が高校に入学をして最初の1ヶ月は本当に辛くて高校を辞めそうだったんですね。でももう少しもしかしたら頑張ったらいけるかもしれないみたいな希望をもとに、まあ、頑張っていたらその後輩の子がその頑張りを見ていてくれたんですね、まあ、見ていてくれたというより
私が頑張ってる姿を高校の先生が中学校の先生に伝えて、でその後輩の子に伝えてくれて、まあ、そんなことが、まあ、裏ではあったみたい でその子に会った時に私と同じ高校を受験したいって言ったんですよ。私が頑張ってるのを見て自分も頑張りたいと思ったって言ってくださって、自分の何か変わろうと思ったきっかけが誰かが変わろうと思う意思につながったんだっていうのもがありまして、日常生活の習慣とかで、はい、そういう人に影響を与えるとか興味持ってもらえるためにやってることっていうのは何かあったりもしますか？ SNS でプライベートを発信しないということをおー、なるほど。私とリアルで会わないと私のことを知れないという、はい、最近何してるのっていう連絡が向こうから来るので、最近どんな変なことしてるのみたいな。そういうキャラなんですね。じゃあちなみに最近どんな変なことしてるんですか？私かなり自分のエゴサーチをするので、SNS 上でエゴサーチをする方多いと思うんですけど、私はまあウェブページだったり、あの2チャンネルだったり、そこまでもあのかなりエゴサーチをするので。今の2チャンネルってみんな見るんですか？見ない。私、1回2チャンネルで叩かれたことがある。デビューされたんですよ。名前とかは出てないんですけど、うん、地元福岡で浴衣を着て、参道を歩いて、うん、私と楽しくしていた夕方の情報番組でインタビューされたんです。街頭インタビュー。自分の写真が2チャンネルにあったので、なんであるんだろうと思って見たときに、うん、マスクを外しているから叩かれたんじゃないかと思って見たんですよ。うん、そしたらまさかの普通に容姿のことで叩かれて、うん、顔がブスだとか書かれて、それもあってプライベート発信しないかもしれないです。まあ、知らないことが一番怖いので。ストレスがかかったときに、自分の中ではどういう感情を抱いて、どういう解決策をするのかなっていうふうに思ったんですけど。もともと緊張はしないタイプで、普段はほとんど緊張を覚えることはないです。というのもかなり緊張する場面を経験してきて、大学1年生の頃からアナウンサーを目指していたので、その頃は緊張して本当に頭真っ白になってたくさん失敗してきたので、それから経験を重ねると、まあ、緊張はしなくなってきたので、今日は緊張しているんですけれども、事前準備を十分にしている時は力がないですね。はい、たくさんをめちゃくちゃ考えて、最悪な状況まで考えるので、まあ、明日、まあ、地球が滅亡するんじゃないかレベルまで考えるので。これから就職するにあたって、なんか目指してるものとか、はい、なりたい自分とか、はい、ゴールになりたいとかっていうゴールに設定してるものだったりするんですか？まあ、自分自身については、まあ、ずっと言っているように、誰かに影響を与えられるような人になりたいなと思っております。というのも私も特別な人間ではないので、過去にかなりいろんなマイナーな経験をたくさんしておりまして、まあ、そういった辛い状況になる人がもう一回頑張れるような人生設計を歩んでいきたいなと思いますし、キャリアについては不登校だった時期もありまして、かなり教育に関心があります。なので最終的にセカンドキャリアとしては教育に携わるつもりでいます。セカンドキャリアも考えてますね。考えております。なるほど。辛い人が頑張れるようにってもあったと思うんですけど、やっぱりこう対象として考えてるのは、やっぱり何かハンデ持ってたりとか、こう辛い目に遭ってたりとか、そういう人のために何かしたいっていう思いが強いですか？そうですね、うん、私の場合は不登校だったり、まあ、妹が大きな病気だったりっていうのがあった時に、まあ、自分と同じような立場にある人を私は知らなくて、勝手に孤独を感じてたんですね。まあ、そんな人が孤独を感じずに、まあ、他にも同じような経験をした人が いるっていうことだけでも強みになったらいいなと思っております。どんな職種を希望しているのかの理由を教えてください。ファーストキャリアとしてはたくさんの人と関われる仕事を考えておりまして、正直業種とかはあまり考えていません。弊社結構求めている人材って、はい、インサイドセールスっていうなんですけど、インサイドセールスってどうですか？そうですね、インサイドセールスなんでしょう。インサイドセールスは要は電話営業です。そうですよね。あるところを聞いたかっていうと、セールスをすると要は予想外のことが絶対起きるんですよ。 100% 予測は不可能で、予測外のことが起きた時に強いストレスを感じちゃうんじゃないかなっていうのを、慣れるしかないんじゃないかなと思っておりますし、うん、そういった環境に行くということは私の成長につながるのではないかなと思っております。どういう人と働きたいとかありますか？私を必要としてくれる人と働きたいです。逆に言うと、あとは何でもいいっていうことではあるんですか？そうです。こだわりはあまりないので。自分でも自分がよく分かってない体になってしまったので、もう一度自分を見つめ直したいと思いました。では、皆さん、結果発表をお願いします。せーの。面談から全体的
にやっぱまだ狭い世界で結構固まっちゃってるなっていうふうに思うところがあって、やっぱ24時間が限られているので人間って何かを捨てないと何か得られないわけなんですね。例えばそのアンチコメみたいなのとかにこう変わってるのはもう全部捨ててもらってもっと広い世界を見てもらいたいなと思うきっかけを僕は提供したいと思ったので、まず面だからってもっともっと広い世界があるので知ってほしいなって思いました、うん、美容室のエピソードはすごい気になったんですけど、お金を払う以上お客さんなんですね。なのでお客さんという前提で人と触れ合うのと、逆にお金をもらう立場として人と触れ合うのは全然意味が違うので、だからそれもまたちょっと狭いなというふうに思いました。なかなかお目にかかったことがないぐらいユニークだな、はい、ユニークさをなんかそのまま生かす仕事があるのかその段階ではわからなかったって感じですね、うんうん、印象よくお話もされますし、まあ、一つ一つは自分で考えて自分で行動するみたいなタイプの方なんで、セルフスタート的な方なのかなとはもちろん思いましたと、うんうん、事前準備をして何かをしようという性格だっていうことなので、お仕事ってそのルーティンワークとルーティンワークじゃないと必ずあって、うん、比較的ルーティンワークが多い仕事、そういう比率なお仕事の方が向いてるのかなっていう感じですかね、うん、まあ、ただなんか多分上司の方なる方が南さんを受け止められるのかっていうそういうところですよね。でも相性ちゃんと合えば、カチッとハマったらすごく力を発揮される方なのかなという雑感でございました、うん、ものすごいエネルギー量があって行動量もなんかいちいち聞くことが量が半端ないですよね。半年間美容室違うとか通うとか2ヶ月ぐらいだったらまだね、半年間とかこれはね本当にすごいことだと思うので、まあ、そのエネルギー量という行動量をどこにこうなんかハマりどころですよね。気をつけなきゃいけないかもなってちょっとだけ思ったのが、なんか闇落ちしないようにというかダークサイドにこの人にって思った人が結構悪い人だったんですけど、その悪い方向に対してめちゃくちゃ頑張っちゃうところっていうのもあると思うので、多分その自分を、まあ、求めてくれる人っていうのをちゃんと選んだ方が、とにかく求めてくれたら、いいじゃなくて、まあ、もちろんそう考えてると思うんですけども、だからそこ以外のなんか方向性っていうのが、まあ、つくといいなと。もちろん中には辛い人を応援するようなっていうふわっとしてますけど、でもそういう方向性はあると思うんですけど、そのもう少し重なってくるとね、こういいかなっていう気はしました。本当になかなか自分のことをこうやって話す機会もないので、かなり勉強になりましたし、これから就活する上とか人生設計をする上で参考にしたいと思います、うん、皆さんの SNS であったりホームページは下の概要欄に貼ってあるので、よかったら、フォローの方をお願いします。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。